はい、それではね、チェスナットコースをゆっくり降りていきます。いやー、今日はね、最高の天気ですよ、皆さん。私は釈迦湖で降りております。雪質はね、なかなかいいです。昨日の方がね、ちょっと雪は軽いみたいですけど、今日はね、天気がとっても快晴で、まあ目にね、雪が入ってきませんので、とっても楽ですね。樹氷もですね、いい感じで雪がついてます。皆さんね、気持ちよく滑っております。今日はですね、すごく雪面からのね、日光の反射がきついので、顔に日焼け止めクリームをたっぷり塗ってます。いやー、すごい焼けますからね、これ雪焼け。斜面右がですね、コブになってます。ちょっとだから私みたいに録画する方はね、左の方が斜面が綺麗ですね。右の方はコブコブになってます。いやー、景色がね、綺麗ですよ。こうゆっくり降りながらね、みずほの絶景を楽しみながら、これをですね、最後の滑りに今日はしようと思います。途中ね、ラビットコースでね、シーズン時間券を紛失してしまいまして、で帰る予定だったんですけど、うわー、上手。お姉さん、うまい。素晴らしい。いいですね、カービングターン。この辺りはですね、
斜度が20度ぐらいありますから、ちょっと初心者にはちょっと厳しい斜面ですね。だいたい C 検定で2級持ってる方以上が滑りやすいと思います。今年からですね、シーズン時間券というのが発売され始めて、実はですね、私 YouTuber なんですけども、膝がですねあんまり良くないのですごく助かってます。だから1時間だけ滑ったり2時間だけ滑ったりですね、小刻みに刻めますので、すごく瑞穂ハイランドに感謝してます。ありがとうございます。うまいですね、お兄さん上手。いやっほー。はい、私も降ります。ちょうどね、この下がですねゴンドラが通ってるんですよ。気持ちいいですね。いや、ずっと車格好ねして降りてきました。初めてパラレルに今してます。ここは緩いから初心者でも行けますね。ちょっと途中がねちょっと初心者には厳しい。
キーの板を横滑りにして降りる技術を身につけないとちょっとチェスナットは難しいと思います。先ほど滑っていた青い服のお兄さん、一級レベルですね。素晴らしい。最後はパラレルで楽しみました。はい、水穂ハイランドさようなら。また来ますね。今日は十字架圏をね、途中で噴出するという事故がありましたが、パトロールの方が見つけてくれたそうで良かったです。はい、終わりました。チェスナット完了。はい、皆さんよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとう。